松山市の観光地と戸部町の県立戸部動物園を直行便で結ぶ無料送迎バスの運行が4日始まり、松山市道後湯の町の豊条園で出発式が行われました。使用されるバスには動物園のアイドルホッキョクグマのピースがデザインされたものと虎のデザインのものがあります。ともに定員は27人です。戸部動物園が観光客を呼び込み来園者の増加につなげようと、来年3月までの火曜日から金曜日に伊予鉄道道後温泉駅前と松山城ロープウェイ乗り場前を発着する2路線を運行します。出発式では中村時弘知事が、バスは園内のガイド付きで地元の人たちにも戸部動物園の良さを知ってもらいたいと挨拶し、テープカットで初運行を祝いました。かわいい、楽しみ。早速予約客など26人が乗り込み、動物園に向けて出発しました。